東京・立川市で行われている王将戦七番勝負の第4局は王将のタイトル初防衛に臨む藤井聡太五冠に前人未到のタイトル獲得通算100期を目指す羽生善治九段が挑んでいますきのう午後に先手の羽生九段が繰り出した鋭い攻めに対し藤井五冠は2時間以上の長考に沈みました考え抜いた末封じ手にした66手目を 藤井五冠がきょう午前9時ごろに差し対局は再開されましたここまでの戦績は藤井五冠の2勝1敗となっていてきょう勝利するとタイトル初防衛に王手をかけます注目の第4局の勝敗はきょう夕方以降に決まると見られています